なんか序盤はどう？何が？なんかもう1年もいるからなみたいああ、まあもうこんなもんな。よ。そんなもん。こんなもんなんじゃねえかな。わからんけど、別に。そりゃ、まあ一年弱か。まあ一年は経ったけど、街来てから。で、そうだね。まあ、この街来て二度目の夏を迎えるとは思わなかったよ、こんな早く。びっくりしたよ。確かに。どや、あるは今、楽しい。まあ、楽しいけど、今日はさすがにちょっと慣れてまあ、でも、た。今日だけじゃないだろ、こんな日あるだろ。そんまあなのなね。い。まあ基本楽しい。あのね、楽しみ方が分かってきたって感そじ。う。あのね、俺、モズのいいとこ、すっごいいいと思ってるところが、何かがあるとき、ボスがみんなを呼んでくれる。あれがめっちゃいいなと思ってさ。みんなに話聞かせてくれるじゃん。そうだだね。からなんか置いてけぼりにならないみたいな。なんか何があったかわからんみたいなね。それがめちゃくちゃいいと思う。優しボスい。がいるときは今日あんな感じやで。そう、だからなんか、そう、ボスがいないときが、だから情報共有チャットっていうのが、ね、あるけ実はうど、ちはあるそう、んあだるけけど、ど、あんまじゃない あのね、化石になっちゃったんだよな、これ。いや、一時期、すげえなんか、多分あれをみんな頑張って書いてたんだと思うんだけど、そうなんだよね。ここは、いや、でも正直、最近は本当にモズ、入ってよかったなって思ってる。ほんまに、もうそう言ってくれたら俺はなんか個人的に嬉しいよ、すごく。いや、でも本当ね、ジョバとかも、マジでいいやつだから。嬉しいじゃねえかよ。そっか。まあ、いつ入ったんだっけ？いつだっけ？ 3 月とかだったっけ？ 3 月だ、だいぶ、いや、嘘つけ。3月嘘だろ。5月ぐらいだったっけ？忘おい、だっれてた。俺の誕生日なんて祝ってないだろ。確かに。いや、なんかもうね、忘れちゃった。本当。だいぶ忘れてるだな、いそぶれ忘は。れてる。なんか俺結構バタバタしてたから、多分。入った時。なんか忘そうれちだっゃったった。け？多分。いや。バタバタしてたか。なんかそんな気がしてきた。バタバタしてたかもしれん。で、なに、パンチャーと風呂行くの？風呂行くか、みんなで。HK のかな？わかんねえ、マジで。マジでノリで行っただけだから。まあ、俺家に近いんかパンチャーな？結構知ってるけど。そう、どう？あんたか、俺のも知ってるやん、大体。まあね。どう？いけんの？俺は全然いけるよ。え、待って、俺。いけるいけるいける。あ、いけるんや。あ、いける。あれでしょ、距離の問題でしょ。そう。全俺然いのけるも、全然いける。姉両方知ってるやん。いけるいける。マジで、本当にわけわかんない謎面でいくか。もう、おもろガすチぎる、で。それは。ガチで謎面すぎるだおろ。もろすぎやる。ばすぎるだろ、マジで。本当に意味わかんないけどね。ガチで。ね。ガチで意味わかんないっていう。まあ、それがおもろいんだろうけどそな。れがおもろいね。そいれや、かいいんじゃな。ない？パンちゃん、多分ね、年も近いし、ジョバあ、と。近い。あ、そう、近い。か。ありやな。なんかまあ、ほんとゆったりチルよ。なんか飯食ってさ。いいね。なんか、夏が終わったから、いわゆるそのさ、お疲れ様って感じで、整えばいいじゃん。よくない？いいいいやん、そね。れ。あとはナタルさんもなんかよく、ナタル、ご飯行こうみたいな。前なんか、ちょっと前だけど、ナタルだよ、俺っていう、だっ行って、たの？スイーツ食いってよ、飯、スイーツ。そうないんや、でだ。も俺、ちょっと前だよ、ちょっと前だけど、スイーツ食いに行って、なんか俺が、いや、スイーツからじゃなくて、飯先じゃねっつって、スイーツ屋さんなのに飯食ってた、俺は。いや、スイーツで腹満たすのが嫌なんだよね、つって。スイーツ屋さん来たのに。謎のこだわり。そう、謎のこだわりが、スイーツで腹いっぱいならもったいねえわ、つって。ご飯。で、大体周りは、カップルとかばっかで、うくそ気まずい男3人で、俺たちだけじゃん、つって。男3人、うちらしかいねえじゃん、つって。なんやねん、これって話だ。なんだそれ。そう。今度姉が来たら男4人だな。いいね。それ、今度姉が来たら4人だな。男ばっか増えてか、本当に、うちは。男ばっかやね、ほんまに。確かに、女の人少ないよね。最後に女子組だったらニートでしょ。全員で言うと、いちかさんと、レイラさんと、いいレイとラ、ちイゃチん？カ、ボア、ニーボアさんト。と、まあ、花組合わせたら藤子ちゃんもそうだね。
まあでも完全黒は4人か。そうだよ。少ない。まあナノが個人でいた時はもっと賑やかだったんだよ。そう。ナノがいた時すげえな、ナノはやっぱ一緒に楽しいからな。いやーね。なんかそう、カイキ君もすごいママミあって優しいって言ってたしね。あああるって言ってたな。え、ナノがいた時被ってる？一瞬被ってる。あ、そうだ。ズー、うん、ちゃんもさ、ズーちゃんも。いや、ズーさんがほぼなんかよくわかんないまま消えたというか、今もいるの？いるいる、全然いる。あ、いるんだ。あ、そうだ。っていうか、そのなんか、うん、あの、基本 JTS 無線の方にいるって言ってたから。ああ、そうなんだ。あれだけど。そう、一回だけローリングペーパーを仕入れてもらって。あ、そうだね。うん、それでまだつながりあるんだって思ったけど。そう、基本いないから、なんかさ、みんなでさ、そこのプールで写真撮ったじゃん。ああ。あの時以来、なんか、モズっぽい感じじゃないから。ああ、うん。てか、そっか、あれもだいぶ前になるな、みんな。あれ、結構前だぞ、多分。ねえ、結構前だよ。そうだね、うちは女子は、まあ、他の組織はそんな多くないです、多分女子なんて。まあね、知らんけど。なんかないの、街で。いつか。ギャングスターなりたいとかじゃないの？ギャングスターなんだけどね、今瞑想中、はい、瞑想中なんだ。家の前に黄色いボラタス止まったけど、なんで？え？いやいつからではない、遠いなぁ、だいぶ遠いか、まあ確かに分かる。あのね、そう、9ヶ月ここにいるんだったっけぐらいいる。だって俺今年もまでいっぱいいるやん、全部でいて、プラス12月去年のと11月ちょっとだからだいぶいるね。まあまあいいや、あれでしょ、それで。そうだよ。まあ役職にまだついてないわけだから。役職一応ナンバー2補佐なんだけどな。ナンバー2知ってた俺。ナンバー2補佐。補佐なんだよ、知ってた。なかったよ、だから、うん、ナンバーができたらいつだったかな、うん、去年の、いや今年の、うん、4、5月ぐらいだったかな。ああ、そうなんだ。ぐらいだったはずだよ、うん、確か。ここ数ヶ月で。うん、確か。そう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 。あ、案外だったから嘘かな。いや、そんぐらいだったはず。確か。うん、何、ナンバー2って君とさん？そうだよ。なんか誰がナンバーとかあんまり分かってないの、ぶっちゃけ。まあぶっちゃけ何にも、多分ボアさんがちょっと偉いのは分かる。なんだよそれ。なんでボアなんでボアがちょっと偉いとか、うん、なんでその、ね、うん、どういうか、どう、何を見て分かったの、それ。分かったというか、その感じたの、それは。何を見て。武器の管理を一任されてるからかな。ああ、うん、はいはいはい、なるほどね。この前もさ、二人で武器商人に買いに行ったんだけど、うん、やっぱああいうの任されてるってことは、そういうことでしょう。それなりのポストってことでしょう。それなりのポスト、笑った。うん、ああ、なるほどね。うんうん、え、あとは、あと聞かせてよ。あといいよ、あの別に当たりとか恥とかじゃなくて、まあ、キムさんはもちろん偉いでしょう。なるほどね。うん、うん。うん、で、まあ、ナンバーとかではないかもしれないけど、ルーファスさんは、なんか会長的な感じなのかなっていう。うん。まあ、あとは、ナタルさん。個人的にはナタルさんがナンバー3なんじゃないかと思ってるけど。あ、予想ね。いいね。てか、クソおもろいのが、アヌは知ろうと思えばいつでも知れんのに知らないあたりおもろいよな。確かに。いつでも知れんのに予想してるあたりだ。うんうん、ああ、ナタル先輩そんぐらい偉く見えるんだ。うん。ナタ戦は。ナタ戦はね。ああ。とは？うん。まあ、ダイオさんはね、うん。まあ、ボスに可愛がられてるなとは思うけど、ああ。まあ、偉くはないかなって思う。ああ、なるほど。そんな感じなんだ。ああ、うん、イメージね。イメージね。いちかは？ああ、いちかさんは、偉いとか偉くないとかそういうのではないかなっていう。あと誰だ、今日だって、ニートちゃん。同期か、うん。同期だもんね。ああ、ね。ジンペはジン。いや、ジンペイさんはね、うん。偉いポジションについててもおかしくないと思うんだけど、なんか、あんまり、そう、いないから。ああ、会う機会がね、そうだね。うん、そう。だから、まあ、いないってことは、多分、ポジションとかないのかなっていう。ああ、うん。じゃあ、あと、イチロー。ああ、ゼニガスさんは、まあ、役職はないとは思うけど、めっちゃ頑張ってると思う。おお、うん、え、怪奇は？怪奇くんは、まあ、やらかしまくってるし、首寸前だから、まあ、うん。ただ、本当にモズに入ってから、本当にすごいやつだなって思ってる、俺は。
ああ、そうなんや。うん、そう、それまではやっぱなんかいろいろふざけてるなって思ってたけど、まあ、モズに入ってみたら、まあ、ふざけてるはふざけてるんだけど、めちゃくちゃ頑張ってる。ああ、うん、っていうのが分かった。じゃあ、あと印象残ってる。ちょっと印象に残ってる。おでんさん。御年63回4のね、とんでもない最高齢。おでんさんはマジでよくわかんない。バカか。疲どうれ。したっすか。なんだ。ああ、危ない危ない危お前逃げて、お前逃げて、マジであいつやるからね、本当にあいつやるからね、調べると。あいつガチでやるから。ない危ね。普通に。やるからね、マジ。Excuse me, sugar. That's my fault. やばい、邪魔。ああ、危ない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 。助けるしかない、これ。ほら。あれ。やばい。ああ、危ない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 。あ、ちょっと、本当にやられた、本当にやられた。本当に危ない。ちょっと。まだ間に合う。です。待って待って、何これ。何これ。近接の練習？オッケー。もう立ち向かおう。よし。いいね。あ、頑張れ、逃げれる逃げれる逃げれる。オッケーオッケーオッケー。オッケー、逃げれた逃げれた逃げれた。やばいやばいやばい。やばい、銃持ってる銃持ってる、逃げ。ガチで逃げよう。うわ、あ、危ない。パンク、危ない危ない。いって。あ、逃げれた。ナイスナイスナイス。いや、あいつは車なんか出すに終わりだぞ。じゃあ、竹は竹。あ、待って、竹森さん多分偉い。偉い。あのクソね、おもろ。そう、あの、クソおもろ。竹入る森前さん、に多分ね、偉い。うん。違う、あのね、モズ入る前に、ああ。なんか別動隊みたいなのの隊長をやるかもしれないって言ってたね。ああ、竹森隊そう。でしょ？そう。ってことは偉い。ってことは偉い。うん。そしてじゃあ、カインくんは、カインくん。ああ。ことあいる、や、あ会っるたよことね。はある。ああ、びっ会くっりたことはあるけど、いや、でも、まあ、あんまりいないってことは、多分、ああ、いるかいねえかもいかないって重要な基準いかる。あ、来てた、危ない。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 危